ます。だけど逃げられない。それで皆さんは、みんな気にしてる人はね、で携帯電話大丈夫なのかしらって言ったりしてるけど、今のこの録音機だって、もう出ちゃうってんだよ。こんなに出てね。簡単な機械でもそうやってるし。で、これが、あることをすることによって、セラミックスの、さっきのセラミックスを開発して、これセラミックスじゃないですか。これにもう一つこの機能をつけて、脳波をこのように測定し直すと、こういうふうになる。これがこうなる。これがこうなる。で、こんなのを開発したんです。語学機能っていうのは集中力と記憶力があるんです。これセラミックス。それは春。春。で、天使波を出す機械の春。そうそうそう。で、スマホ持ってるでしょ。ちょっとスマホ試してみて、これ持ってたらどうなるの。本当にそういう風になるの。本当にそんなことになるんだったらいいよね。なったらいいでしょ。じゃあ、ここでここちょっとここへ来てみて。せっかく私の動きしたらこれやってみます。それで、左手にそれを持ってもらって、置いておいて、これを肩にかけます。はい。で、足をこうやって滑る。で、かかとをつま先かけます。そうです。で、右手の障子を刺してください。で、私、体のバランスを崩しますから、頑張ってください。もうちょっと頑張りましょう、しっかり。おお、でも頑張ってね。じゃあ今のその携帯にこれを乗せてごらん。なんか変わるわけですか。やってごらん。あれ、なんで、あれ、なんで、もう一回行きますよ、頑張って。よいしょ。あれ、なんでえ、なんでですか。じゃあそれを下ろしてごらん、外してごらん。改善しちゃって、身体能力が上がってます。え、じゃあ、すいません、ゆっくり。あ、それでバランスを取れるの。そう、身体能力が上がっちゃってる。耐えられる。耐えられる。わ、お、面白い、不思議だよ。面白い。面白いだろ。あれ、こっちでも仕事できません。仕事できる。で、これを今仕事できるように今考えてで、これをこれで言うと、じゃあどうすればいいの。いや、携帯電話に入りましょう。それから子供のゲーム機に入りましょう。で、電気スタンドやら電気の全部でも入ります。それでいいんです。子供のゲーム機になってこれ買ってあげたら、もうゲームなんかやってなんかお叱らないと思う。お母さんはね、もっとやりなさいと言える。それで良くなるの。ね、何を聞いたの今ちょっとどんな原因、メカニズム、メカニズム、その電磁波を、電磁波を、電磁波を脳が良い方に変換するように変える機能、それだけです。